国内女子 NEC 軽井沢セブンツーゴルフトーナメント2日目10日軽井沢セブンツージ g 北コース長野 6685ID パー72晴れ監修3870人首位に5打差しながら最終日を6位という好位置で臨むのはプロ3年目の泉田琴と名にとって初めてのこと2021年11月のプロテストに合格してから リーダーボードの上位で最終日に臨んだのも、3日目を終えて10位につけた22年、日本女子オープン、ぐらいだった。大会2日目、10円した8ホールを終えて第1ラウンドを、70にまとめた。その後の第2ラウンドは5バーディ、ボギーなしの67、で回り、通算7アンダー6位に浮上。先週の、北海道明治カップ、では、 5位発進ながら2日目に76と失速して予選落ちと悔しさを味わった。投入したテイラーメイドの新ドライバー旧アイテンマックスが初日こそ貢献したが2日目はそのヘッドに鉛を貼ったりしたらティショットが曲がってしまってコース内に出すだけのボギーが多かったという飛距離を持ち味とする一方これまで精度に悩みを抱えてきた。 今週は支持する大崎正史の長男、尾崎とも春氏にバックを預け、慎重なプレーでスコアメイクに注力している。師匠からの教えで、やっぱりドライバーで飛距離が出ないとダメって。飛距離を落とさずに、しっかり振り切る自信を持って、を心がけてきたが、その思いが溢れるあまり、120%の力で振っちゃったり、しがちだった。ショット力を気にしてはいるけど、 気持ちを抑えるのが目標とテーマを掲げる。意識している分、今大会の予選2日間のフェアウェイキープ率は 67.8%28 分の19とまずまず。先週に比べれば、無駄な位置ではなかったと言い切った。飛距離も大事だけど、それだけじゃないのがゴルフなんだと学べたという。今期の出場優先順位はリランキング。 成績に応じた組み替えを経て64位から38位に上昇。中盤戦の出場権を確保したが、現時点のメルセデスランキングは95位と、来季のシードが取れる50位のボーダーラインから遠い。初シードに前進する絶好のチャンス。今週は妹とか家族が見に来てくれていたりするので、頑張りたいなというのはある。優勝はもちろんできたらいいけど、 今の自分に何ができるのかを考えてプレイできれば、と力を込めた。長野県軽井沢町、石井荘。